今日から使える簡単決闘データ、決闘データ備忘録。今回はダービー卿チャレンジトロフィーの最終結論をお届けいたします。はい、ということで今回も決闘から少し外れた内容にはなってしまうんですけども、G3 ダービー卿チャレンジトロフィーのラップ分析による予想をお届けしていきたいと思います。先週の高松の宮記念ではトゥラベスーラを本命に挙げさせていただきまして、13番に来ながら見事3着に好走してくれました。本当に大きな反響をいただきましてありがとうございます。またたくさんの的中報告いただきまして、本当に見ていただいた方のお役に立てて何よりなんですが、散々申し上げました通り、個人的な馬券は1着、ファストフォース2着ナムラクレアを完全に外してしまっていましたので、馬券は不適中に終わってしまいました。個人的な馬券しっかり取り返していけるようにですね、今週も頑張っていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、それでは4月1日土曜日の厳選勝負レースはご覧の通りです。中山4レース、阪神6レース、中山9レース、そして中山11レース、 G3 ダービー卿チャレンジトロフィー、こちらの4つのレースを厳選勝負レースとしてピックアップして推奨馬予想を展開していきます。なおこの動画ではダービー卿チャレンジトロフィーのラップ分析の内容及び、印の一部を公開させていただきます。ダービー卿チャレンジトロフィーの印全頭ですね、印全頭、およびですね、中山4レース、阪神6レース、中山9レースの推奨馬につきましては、メンバーシップ限定での配信とさせていただきますのでご了承ください。中山4レース、阪神6レース、中山9レースの推奨馬ですね、今のところ一番人気の馬1頭もいませんので、個人的には単勝マシマシ勝負していきたいなと、現時点では思っております。なかなか面白い馬見つけられたかなと思いますので、ぜひメンバーシップへのご登録ご検討いただけると幸いです。はい、それではダービー卿チャレンジトロフィーの考察に入っていきます。まずはコース形態から見るラップ傾向というところから見ていきます。このダービー卿チャレンジトロフィーが行われます中山芝 1600m、 どんなコースかと言いますと、コースの高低差表示させていただいていますけども、 1600m のスタート地点、かなり高低差のある丘の頂上となっていますね。ここから基本的には下り坂がずっと続くようなコース形態ですので、速いラップが一貫的に、継続される傾向の強いコースとなっています。そしてラスト1ハロンで迎える急坂といった形ですので、かなり速いラップを刻み続けながらも最後、急坂を踏ん張る、スピード持続力が要求されるようなコースとなっています。はい、それではダービー卿チャレンジトロフィーのラップ傾向を見ていきます。過去5年のラップをグラフ化したものを表示させていただいているんですけども、大体同じような形をしていますね。どうやら明確なラップ傾向のあるレースと言えそうです。前半が速くて後半にかけて失速していく前傾ラップの傾向がありますね。過去5年の前半3ハロンの平均が34秒3とかなり速い流れですね。中盤も全く緩まない傾向がありまして、最後、急坂の影響もあって失速していくような、前傾ラップですね。上がり3ハロンはもうずっと、失速するような傾向があります。前傾ラップになりますので、どうしても差し馬が台頭する傾向の強いレースとなっていますので、ハイペース体制のある差し馬が狙い目なんじゃないかなという、そういったところが傾向から読み取れるかなといった形です。はい、それではそんな明確なラップ傾向の出ているダービー卿チャレンジトロフィー、今年はどんなレースになりそうかなというところで一つ考えてみたいんですけども、かなり前半が速い前傾ラップになる傾向の強いレースではあるんですけども、今回ですね、ただ速いペースで引っ張るタイプの逃げ馬が不在ということがあるので、メンバー構成的に、例年よりも若干緩い流れになることも視野に、想定していきたいかなと思っています。今回差し馬にこだわらずにですね、速い流れへの耐性をベースに評価していきたいかなといった形です。はい、それではですね、もう一つ、その他の傾向データというところで、一応頭に入れておきたいデータということでご紹介させていただきます。過去10年の前走クラス別の成績と前走距離別の成績ご覧いただいております。前走3勝クラスからの出走馬がめちゃくちゃ好成績ですね。
勝率 31.3%、副勝率 43.8%、 回収率もめちゃくちゃ優秀ですので、まあ、今回も前走3勝クラスからの出走馬、まあ、勢いのある昇級戦の馬になるかと思うんですけども、こういった馬がいれば要注意して見ていきたいかなといった形です。またかなりのハイペース、傾向のレースだけにですね、まあ、スピードの慣れが必要かなといったデータなんですけども、前走から距離短縮になる馬は成績が振るわない傾向があります。まあ、逆に距離延長だったり前走も同距離走っている馬が好成績といった形ですので、まあ、基本的には距離短縮での出走となる馬は軽視の方向でいきたいかなと思うんですけども、まあ、ただし後で出てくるんですけども、ウィングレイテストあたりはですね、まあ、実際に距離短縮で実績のある馬ですし、距離短縮に強い血統背景もありますので、ウィングレイテストについてはですね、例外的にちょっと下の方の印にはなるんですけども、一応印は回していきたいかなと思っています。まあ、データ通り前走3勝クラス、勝利している馬については、勢いのある馬ということで注意してみたいかなといった形です。はい、それではそんな傾向のあるダービー卿チャレンジトロフィー、今年の注目馬として挙げさせていただきますのは、レッドモンレーブですね。レッドモンレーブにつきましては注目の、前走3勝クラスのローテとなっています。先ほどご紹介させていただきました高走傾向に合致しますので、要注意が必要かなといったところなんですけども、ラップ分析的には、2勝クラスを勝ち上がった時のレースと、前々走ですね、2着に負けてしまっているレースなんですけども、3勝クラス2着だった時のレースを参考レースとしてラップを表示させていただいております。2勝クラスを勝った時のレースですね、まあ、ババアの時計の出方もあるので一概にはちょっと参考にならないかなと思うんですけども、前半サンハロン34秒1とかなりスピードが問われたレースを上がり最速で差し切っていますので、かなり速い時計にも対応できる、速いスピードが求められるレースにも対応できるんじゃないかなといったところです。まあ、ただしですね、かなりこのレース中盤が緩んだ中緩みラップなので、まあ、前傾ラップを想定する今回にはちょっと直結しないかなといったところもあるんですけども、まあ、ただし前半34秒1の速いスピードで流れたレースで持ったまま先頭並びかける余裕もありましたので、まだまだこの道中のスピードには余裕がありそうかなといったところです。3勝クラス2着に負けてしまっている前前走なんですけども、こちらも前半3波の34秒7とそこそこ前半が流れたレースで、中盤もそこそこ、緩まないレースでしたね。まあ、こういった一貫ラップに近いようなレースをしっかり、上がり2位の足を使って2着に差し込んでいるということを評価させていただきました。まあ、1着だったジャスティンスカイですね、この後リステッド競争を勝っていますので、まあ、かなりレベルの高いレースだったということで、まあ、2着だったんですけども高い評価をさせていただきたいなと思っています。まあ、前半早いレースでしっかりと実績があるところは今回心強い実績かなと思いますし、まあ、何より前走3勝クラスの注目ローテにはなります。まあ、ただどちらかというと中緩みラップが得意な感じもしますので、まあ、こういった前傾ラップでは今回想定される前傾ラップでは実績が全くないので、動画撮影時点で一番人気となってしまっていますので、まあ、そのあたりが少し不安かなと思いますので、今回このレッドモンレーブ、注目馬として挙げさせていただいたんですけども、2番手評価とさせていただきます。はい、それではダービー卿チャレンジトロフィー印はこんな感じです。2番手評価はレッドモンレーブですね。そして、かろうじて印を回すといった形で先ほど挙げさせていただきましたウィングレイテストですね、この馬を挙げさせていただきます。まあ、実力上位なんですけども、人気も上位のジャスティンカフェですね、この馬についてはちょっと適性的に不安があるかなと思います。まあ、実力的にはもう明らかに G1 クラスなので、まあ、普通に走ってこられてもしょうがないかなとは思うんですけども、こういったハイペースの中山のマイルにはちょっと適性的に不安がありますので、今回嫌って馬券的な妙味を置いたいかなと思っています。それ以外の印につきましては全てメンバーシップ限定での配信とさせていただきます。メンバーシップ限定で YouTube コミュニティ内にて、印全て書かれた画像をですね投稿させていただきますので、メンバーシップご登録していただきまして、ご確認いただけると幸いです。はい、以上ダービー卿チャレンジトロフィーの印の一部を公開させていただきました。印前頭および中山4レース、阪神6レース、中山9レースの推奨馬につきましては、メンバーシップ限定での配信とさせていただきます。メンバーシップ限定で YouTube コミュニティ内に、予想推奨馬の書かれた画像を投稿させていただきます。この
動画の公開に少し遅れての公開となります。日付がですねレース当日に変わる前までには何とか上げたいなと思っていますので、ぜひメンバーシップにご登録していただきまして、コミュニティ内の投稿にて予想、推奨馬、ご確認いただけると幸いです。中山4レース、阪神6レース、中山9レースにつきましては、現時点では一番人気の馬1頭もいませんので、単勝でも勝負できそうかなと個人的には思っていますので、今回この3つのレースにつきました単勝マシマシ勝負の予定になっていますので、面白い馬見つけられたかなと現時点で思っていますので、ぜひメンバーシップへご登録していただきまして、ご確認いただけると幸いです。月々390円でいつでもやめることできますので、毎週こうやってお届けしていますので、お気軽にですねお試しいただけると嬉しいなと思っております。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。日曜日はですね G1 大阪杯もありますし、まあ、馬券は外してしまったんですけども、一応高松の宮記念では3着に激走したトラベスーラ推奨できていましたので、なんとかこの勢いに乗ってですねまた今週も皆様に貢献できるように頑張っていきたいなと思っております。ぜひですねまた明日も動画公開させていただきますので、チャンネル登録をお済みでない方はチャンネル登録していただけると幸いです。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。土曜日の競馬一緒に楽しんでいきましょう。またツイッターの方もフォローお願いいたします。